ハグロ青ぬかめとは、茨城県桜川市ハグロ地区から上場地区にかけての、筑波山系最北部一帯より産出される青色で、ぬかのようにキメが細かい花崗岩の名称である。地中のマグマが急速に冷え固まってできた、花崗岩で、主要成分のキメが非常に細かい。マグマが均等に混ざり合っていないため、肉岩で確認できる色ムラが多い。また急速に冷え固まったため、 ひびシが多いのが難点で、採石場場より算出される石材の大部分が廃材となる。そのため、生材率が非常に悪く、墓石に使用される村、ひびシを完全に取り除いた特級材、一級材は高い希少性ゆえ取引、価格も高額であるにもかかわらず非常に人気が高い。特に、関東地方の寺院では後期孔明の医師と呼ばれ、貴族、政治家、 経済人をはじめ著名人の墓にも多数用いられている。近年では大相撲の初代高野花こと、花田光、映画監督の三船敏郎などの著名人の墓石本体に使用されている。墓石はもとより建築石材、彫刻やオブジェモニュメント、美術工芸、庭園装飾まで幅広く利用されている。石目が非常に細かいので仏像彫刻などで繊細な。 表情を作り出すことができる。近年、純国産の高級仏像彫刻には、ハグロアオヌカメの使用率が群を抜いて高い。ありがとうございます。